みんなお手紙ありがとう。なんかファンレターがね数日前にね届いたの。そうみんなにこれはちゃんとさあの口でありがとうって言わなきゃなと思ってでもねなんか1月とかのだったんだけど、ちょっと待ってどれだったかな。たくさん来て嬉しかったべこなんだけど、内容見たらなんかお誕生日おめでとうとかなんかね1月とか3月とか、そう結構ね読んだのありがとね本当に。4月とか、まあ、4月とかも最近だからいいかもしれないけど、結構古いのが溜まってたんだなと思って、そう時差でねなんか来てたけど、ありがとう読んだペコだよ。そうペコーラこれのさなんていうんだ、手紙でね思い出したペコなんだけど、まあ、ペコーラがさ、まあ、幼稚園とかね保育園の資格とかをね昔取ろうとねしててね、頑張ってた時に実習とか行った時に男の子とかにさ実習終わりの時とかに、まあ、お手紙をもらうわけよ。なんかそれの気持ちをね思い出しちゃったよね。ペコラ天て大好きですって、そうラブレターをもらったの。ラブレターをペコラは、みんなもお手紙ありがとうね。もうゆっくりゆっくり読んでおりますと。俺らは園児ってことあ、まあ、そんなもんやね。可愛らしいペコ園児は可愛い感じペコだな。